毛利教元は戦国時代の武将、秋国の国人領主、吉田軍山城城主、守護大内氏の悲観、忌味名は大内義雄の変記を受けた者、毛利高原の着難として明王元年に生まれる。明王八年高原の隠居に伴い、八歳で毛利氏の当主となる。栄章四年十一月に大内義雄から下敢され、 その名字を与えられて、京本と名乗った。同年、明王の政変により、足利義種を報じて、京都に上落した大内義雄に従い、4年間在京し、船岡山合戦にも参加した。大内義雄と京本が在京中に、一足先に帰国した、出雲国甘腰当主、甘骨ねひの勢力が盛んになると、芸備地方は、 天子氏と大内氏の勢力が激突する場となった。京元は、悪鬼国で、他の有力国人領主と、国人一揆を締結、貧乏国でも国人対立の調停を行うなど、芸美の国人領主の中心人物として活躍した。しかし、近隣の宍戸元元元との争いは続き、京元は、宍戸領内へ攻め込んで戦ったが勝負がつかなかった。 英章13年8月25日に死去。死害が原因とされる。毛利氏の家徳は、若年の嫡男、雪松丸が継ぎ、弟の元成が後見人として支えた。ありがとうございます。